はい、皆さんこんにちは、渡辺ベルビッシュです。では今回は信長も乱世紀の続きをプレイしていきたいと思います。で、今回はですね、まあ、主に何をやっていくのかというところなんですが、まず一式の討伐ですね、丹後の一式の討伐を先にやっていきたいなというふうに思ってまして、丹後の一式攻めですね、それをやっていきたいと思います。で、あとは少しばかり地方がなくなってきつつあるというところもあるんですが、それ以上に実はですね、謀反をね起こされまして、しかも勝家、今黄色で出ているこの第三軍団がそのまま謀反を起こして独立されるっていう浮き目にこの後すぐに会いました。なのでまずは治療を与えていって謀反を起こされるリスクを減らしておきたいなというふうに思ってます。特に謀反を起こされたら困る優秀な武将ですね。そのあたりはしっかりと対処しておきたいなというところですね。勝家もただもう治療はマックスか。勝家これ危ないよな。勝家には8等級の家宝を与えてつなぎ止めましょう、気持ちを。あとはもう自動にしちゃいましょうね。そしたらこの後は交渉でいつもの通り各勢力に金と兵糧をばらまいていきましょう。まさかね、勝家に丸々ごっそり謀反を起こされるとは思わなかったですね。マジかという感じでしたからね。3カ国与えてたんで、3カ国そのまま独立されましたからね、信長から。これはねもうやってられへんということで、得意度タイムリープをしましたけど、なので、まあ、できればというところではないんですが、勝家はこのままね摂津で防衛戦に当たらせていると謀反を起こしかねないので、攻撃に入ってもらいましょう。具体的に何やるのっていうところなんですけど、具体的にはしっかりがっつり攻略目標を決めて攻略していってもらうっていうね、そこをやっていきます。もうね、油断してるとすぐに対立したり敵になったりするんで、ここは本当にねお金ある限り自動化するっていうオペレーションを欲しいよな。結構ねこれ毎回やってるんですけど、めんどくさいんですよね。疎遠ぐらいまでにしとけば、いきなり一気や何やらを起こしてくることはないのかなと思うんですけどね。そしたら早速軍団ですね、方針です。第三軍団、勝家の軍団は攻略目標を決めて、播磨浦上家攻略に当たってもらいましょう。で、我々はというと、このまま信長は越前にとどまって一式攻めに入ります。まあ、統率の高い武将を上から選んでいく形でいいのかなとは思うんですが、山名家にダメ元で援軍要請してみる？まあうんともすんとも言わないと思うんですけどね。まあなんといっても交流が全くないので、まあそれそうだよね。
予定通りというか案の定というか断られました。斉藤と清水が家康愛家の忍びを捕まえたな。そして切って捨てたが、斉藤と清水はね、もうご存知の方多いと思うんですけど、光秀の腹心ですね。まあ一説によると、この利光が光秀に本能寺の変を起こすように進言したとも言われているようですが、まあ、その斉藤と清水ですね。そうすると一色側の城、八神城をはじめ2つの城ですね。この2つの城をなんとか1つ削っておきたいかな。竹部山の方が城の防御としては高そうですね。パッと見大きいからな。で、武将はそんなに数としてはいない、5人しかいないんで、両方の城を合わせても、これ寺社衆と国衆が味方してくれれば決められるかな。なんかなし崩し的に合戦が始まってるけど、まずは一歩城を取らないと話にならないからね。港見隊がいるな。港見隊も撃破できれば鉄砲の名手と言われたいと。港見ですよね。よし、これで敵の部隊は撃破しましたね。では竹部山攻略にかかっていきましょう。まあ矢神城からでもいいかなと思ったんですが、もう竹部山城城門なしなんで、このまま攻めに入れるんであれば攻めに入っちゃいましょう。で、敵の増援が来てるな。増援も叩いちゃう。先にこれは一式このままこの回で滅ぼせそうだな。一旦気合を打っちゃいます。ちょっと余ってる人たちはこのまま白攻めを継続してもらおうかな。いや、なかなか敵の士気は高いな。気合を打てるタイミングが来たら早めに気合を使っちゃいましょう。この勢いを買って、今取り囲んでる敵は一度チャオを先にね。で、竹部山城に入城して一旦士気の回復を行っちゃいます。しっかり道を片道通じしていきましょう。
葛西 BA2 に出会ってますね。なんか素質して帰る気配がないので、それはこれで打ち取っちゃいましょう。撃破できればその分こちらの士気も高まりますし、後々追撃に遭うリスクもなくなるので、夜間以上がどこにあるかだな。おっと敵がいるね。こっちにいますね。境隊がまたいるんで、ここだ。しかも縄文があると夜間以上の方は、縄文を突破する前に先に出てきている敵を撃ち取る方が先かな。縄文を突破しにかかりましょうか。使える気合の数があと2回ってことを考えると、どうかな、今回のこの一戦でハンバーを完全に切り取りたいんですけどね。竹部山よりも矢上城の規模が大きかったな。あとは気合を使うタイミングですね。手がちょっと危ないかな。一旦投資家は城に戻しましょう。あっ、その投資家が間に合わなかったか。気合はどう、間に合わない、間に合わないか。あと43なんだけど、なんとかならない。気合を使って持ち直してくれれば。よし、攻略したね。いや、結構ギリなんで。うわー、年家が死んだか。まさかなー。まさか年家が死ぬとは思わなかったなー。裏紙に勝家が攻め込んだな。2つの城を取ったね。やるね勝家。お、森田えんちゃんだ。しょうがない、女の子は逃がしてあげましょう。お、松永久秀の息子だな。いや、上杉が危ないね、こうやって見ると。北条に侵食されて。いやー、利家が死んだか。ちょっと残念だったけど。まあ、ただその代償というわけではないんですが、丹後をね、取りましたからね。
出た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 、勝家が独立してきたよ。さて、勝家が独立したので、これをねどう打っていくかなんだけど、これね勝家を打つのは時間がもったいないので、タイムリープをしていきます。でタイムリープをしてまたここにね戻っていきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただいて、次回はですねもう勝家を軍団長の任から解いて、この単語を攻め取った後からですね、また続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。